第1部ではカリフォルニアのスタートアップで FX 執行を担当するルーシーの課題を知りました。彼女はアグリゲーターを使い取引の効率化と有利な提示価格の獲得を狙いました。そして執行戦略の全面的な改善という目標に向けてリクイディティプロバイダーの数を増やせば有利な提示価格で取引できると考えました。ところが取引コスト分析の内容を見た彼女は当惑しました。全体的なスプレッドは広がり一部 LP との関係も悪化しているのです。ルーシーはこのような結果となった原因を特定し、それに基づいて取引手法を修正し、執行コストと取引する LP との関係を改善しなければなりません。 FX 市場で執行される膨大な量の取引は、当事者が相対で交渉する店頭取引と呼ばれる手法を使います。上場商品を売買する他の取引所と異なり、一つの公式価格は存在せず、個々のリクイディティプロバイダーはさまざまな情報源や手法を織り込んで独自に構築した価格予想モデルを使っています。このため多くの場合それぞれ異なった価格を提供しています。リクイディティプロバイダー数を3社から20社に増やしたルーシーは、市場価格情報面で個々の LP よりも事実上有利な立場になったといいます。彼女が受ける新しくアグリゲートされた価格は20社のリクイディティプロバイダーの価格を網羅しているからです。彼女の目的はベスト価格での執行ですが、データポイント数を増やした結果、意図していなかったマーケットメーカーよりも有利な立場を得たのです。マーケットメーカーは真の相場価格より最も外れた推定価格のみでしか約定できないことが多くあります。重要な点は相場通りの価格を提示するマーケットメーカーはほとんど約定できないということです。どの瞬間でも少なくとも1社の LP が不正確な価格を提示すると考えられるからです。実勢相場から逸脱した価格での約定は勝者の呪いと呼ばれますが、 LP 数が増えるに従いこの呪いの程度が悪化していきます。多くの提供者がルーシーとの取引獲得を狙う状況で、最も考えられる結果は各社が実勢相場より不利な価格で部分的な取引を分け合うということです。次第に各 LP とも FX 価格を推定する上で使う要素を調整して勝者の呪いを回避するようになります。逆選択を回避する一般的な方法はビッドオファーのスプレッドを広げることです。広めのスプレッドは提示価格レンジ内に真の相場価格が入る可能性が高まり、強力な緩衝材効果があります。一方、もし他の提供者がスプレッド拡大措置に追従しない場合は、ルーシーとの取引機会が減少することになります。 LP が取れる他の手段は、提示価格の正確さが不透明な場合にはルーシーからの新たな取引要請を拒絶することです。この手段で LP は不利な取引を免れますが、結果的には双方に不利な状況になります。つまりルーシーは流動性の悪化、 LP は取引減という結果です。ルーシーが認識すべき問題は、リクイディティプロバイダーの数を増やせばそれぞれが獲得する彼女との取引量が減少していくということです。逆選択によるマイナス効果に加え、この問題はアグリゲーターに参加する経済的誘因を減少させたり、各 LP との関係を弱めたりする可能性があります。勝者の呪いとそれが彼女の流動性を支える LP にマイナスの影響を与えることを理解したルーシーは、取引形態を変更することにしました。しかし検討すべき重要な要因が不明な状況は続きます。性急な決断を避けたい彼女は、取引する LP の数だけでなく、アグリゲーターに寄与する各 LP の異なる特性についても考慮すべきだと思っています。彼女が行っている LP 選別に関する研究は、結局のところ FX 取引設定全体の再構築にも役立ちます。差し当たり勝者の呪いを解消し、自己の FX 流動性を回復するためには絶対に LP の数を減らさなければならないと考えています。しかし、どの LP を残すべきでしょうか。